なんで反転するんだろうな。コラボだけ反転するのなんでなんだろコラボ枠でーす。はい、わざつ。言いたいこと、聞いてほしいこと、募集してまーす。どうもー。言いたいこと、僕自身に言いたいこと、もしくは聞いてほしいこと、一人一つ、募集しましょなんかでも理屈が通用しない相手は怖いよね。理屈が通用しない相手はもう何言っても無駄だからな。いやー、なんか部屋に引きこもって自分は研究者だって言い続けるのすごいよね。ありのままの自分受け入れればいいのにね。別にニートでもいいけど、なんか現実逃避しても何にもなんないのにね。なんで現実と向き合わないんだろう。なんかどんどん惨めになるだけなんだけどね。なんだろう、もう現実を諦めちゃってるんだろうね、多分ね。現実は無理だっていうところからああいう感じになるんだろうな。なんか悲しいよ。現実ちゃんと見ないと。スタートライン立てないぞ。いやー、まあ現実でいいじゃんっていう、なんかね、みんながみんなスーパースターじゃないでしょうっていそう、嘘は絶対バレるからね、ネットはね。嘘は100%バレるから。なんで嘘つくんだろう。まあ、ダメなやつはダメでいいじゃんっていう、ダメなりのかっこよさがあると思うんだけど。なんでダメなことをダメだって受け入れられないんだろうね。なんかリアルで勝負した方が面白いと思うんだけどね。明快。
なんか、寂しいんだろうな、多分。承認欲求がどうしても満たされなくて、堂々巡りしちゃってる。承認欲求満たされると思ってるんだろうな、嘘をついて。東大なんだ、すごいって言われると思ってるんだろうな、多分な。へえ、なんか、なんだっけ、生物学だっけ、なんて言ってたっけ。すごいですね、かっこいいですねって言われると思ってるんだろうね。何なんだろう。承認欲求満たされんのかな、それで。絶対満たされないと思うけどな。なんか、どんどん、枯渇していくっていうか、認められなくて、どんどん、嘘がでかくなっていくだけなんじゃねえかっていう。満たされないどころか余計遠のくと思うかな。なんだろう。自己実現の欲求までいかないもんね、どう考えても。白指刺されるだけなんだけどな。ああ、どうももしです。よもろしくお願いします。ーす。えいっす。いや、多分嘘つかないだけでいいぐらいなもんだと思うんですよ。嘘つかなければね、大丈夫とか、なんか周りにね、慰められたりしながら成長していけるけど、嘘つき始めちゃうと、もう大丈夫って、お前、頭大丈夫かって言い始めちゃって、それでなんか傷ついちゃうみたいなことになっちゃうから、そう嘘思っついて。たらダメって多分。親から一番最初に教わるレベルの話のことじゃないですか。まあ、仏教的に言うと、なんか正しい証言ですよね。証言と正しい行動とね、そこら辺だけやっとけば、うまくいくような気がする。なんかうまくいくかどうかわかんないですけど、なんだろう。なんだろう。ありのまま話した方が、で、話した方がっていうか、ありのまま話さないと、何にも進まないです何から言ってね。るか分かんなくなっちゃいます。声小さい、すみません。俺聞こえてますけどね。ああ、そうなんですね。はい、なんだろう。毎日あんなことやってんですかね、あの人は。分かりました。時々嘘ついてうまいこと言っちゃうんだろうね。ああ、成功体験があるのか。成功体験したんだね。あネットだから分かんねえってことで。あ。はい。
ああ、ごましおさんどうもありがとうございます。聞こえてるんですね。2人とも声バランス大丈夫だよね。どうでしょうか。この玉太郎っていう人がなんかおかしいんでしょ、うん、ネットの設定は。ああ、そうなんですね。なんか口調がおかしいからね、それはそうかもしれない。うん。いやでも、なんかアンチしてる人とかなんかネットで荒ぶってる人とかそういう人ばっかりだからもうなんか悲しくなりますよね。うん、まあ確かにね。それえ、現地はネット何年ぐらいやってるんですか。これ3年目ですね。うん、ああ、じゃあまだそんなに。うん、3年ちょうど経ったとこ、あ、すみません、3年ちょうど経ったとこです。それまではね、そのちょっと前、地元にいて、うん、音楽教室とかしてたんですよね。それで、兄貴が結婚するってことで、ちょっと、うん、地元から離れて、で、うん、ルーチになんか結婚しちゃったみたいな感じですね。しいよな。和田さん、これ聞いていいのかどうかわかんないんですけど、いつも一緒にいられた方とは離れられた。あ、もう別れちゃいましたね、3ヶ月ぐらい前に。そうなんです。そうなんですよ。全然聞いていいですよ。何でも。あ、大丈夫ですか。はい、はい、もう配信者になった時点で僕隠し事できないっていうのが素晴らしい、素晴らしい。全部さらけ出すんだよ。その方がね、リアリティがあった方がね、はい、いや絶対そうっすよ。リスナーさんも、うん、そういうとこありますね。リアリティないと響かないっす。うん、確かに確かに。あ、そうなんですね、ごめんなさいね。いや、でも、じゃあ、ちょっとお聞きしますけど、なんで、なんかあったんですか、なんかあった。いや、もう家に来ないって言われて。あ、向こうからという。そうそう。で、あ、そうっていう。僕、あれなんですよ。なんだろう。来るもの拒まず、去るもの追わずの精神でやってるんですよ、本当に。ああ、なるほど、なるほど。だから結構あっさりしてるんですよ。そこら辺でいいと思いますね。ほんとね。なんか、ネットだからこそ、まあ、深い人間関係できるのは一部ぐらいだから。本当にごく一部ですね。ごく一部だと思う。ごく一部ですね。ネットだけではないですね。ネットだけでこいつは信頼できると思う人いないです。正直言うと。まあ、そのくらいの気持ちでいた方がいいと思いますよ。そう。合わないとダメ。なるほど、なるほど。絶対ダメっす。ダメ、っていうのも俺その顔と名前を知らないで信頼できるっていうのは、もし仮に本当にそういう感情が起こったとしてもそれはダメだと思う。だからそうなったとしても、ふっと いつでも切れる気持ちを切り替えれる状態にしとかないと厳しいですよね、ネットっていうのは。いや、っていうか、もう公言します、信用しないっていうことを。信用したらダメなんだっていうこと、あと嘘をつきたくない、そう、俺らをお前らを信じてるよって言ってそれをそこにつけ込んで、なんか閲覧稼いだり金稼ぎたくないからそもそも信用しないよっていう、とはありますかね。そう、俺の中では会ったことない人だよっていう、じゃないと依存しちゃう人がいるんですよね、そこに。もう友達だよね、仲間だよねって言って満たしたとしても、それって現実じゃないと思ってて。ああ、それ和藤さんのその考えすごい好きです。なんでかっていうとね、俺ネット上で誰かお前を守ってやるわとかっていうような、それね、なわけないし、しかも、プラスね、その人自身が自分を守る能力を持たなくちゃいけない。そう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 、だからね、誰かを守るって言ってる人はね、危険だなと思ってます。うん、誰か守るっていう意見を言って、油断さ、して、誰かに攻撃されやすい状況に逆になる。そうそうそう。ダメ。ね、そうなんですよ。本当にそう。だからね、それはもう鉄則ですね。そうですね。あなたのことを守れないからこそ、あなた自身しっかり頑張ってくださいねっていうところに落ち着いちゃいますよね。応援したりとか、なんか優しくしたりはできるかもしれないですけど、僕、エミさんっていう大手配信者が昔いたんですよ。はい。
で、その人に言われたのが、今でも頭に残ってて、ネットのリスナーは金と口は出すけど、絶対行動は起こさないよって言われたのが、今でも残ってるんですよ。金と口は出すけれども、行動には絶対移さないのがネット民だからよく覚えておきなって。いい意味でも悪い意味でも。自分ね、昔、数回ね、数回、ネット上で遠距離恋愛っていうのをやったことがあるんですよ。ほでうほも、それあるんですけど、でもね、やっぱ遠距離になっちゃうし、実際、相手の家庭の、家族の、ことも知らないし、近所のことも知らないし、だからね、遠距離恋愛だとしてもね、ネットから離れて遠距離恋愛になったとしても結構難しいんですよね、実際のところはね。そういう男女間のものとしても。僕は遠距離恋愛絶対無理っすね。絶対成立しないと思あ、こういう環境で育ったんだなとかっていうのがね、すごう。いよくわかるようになりづらいですからね。そうね、そうなんか恋愛って僕結局時間だと思ってるんですよ。その共有した時間で、共有することがネットは不向きだから、そもそもなんですけど、その、お互い面と向かい合うことには向いてるかもしれないんですけど、共有するツールではないのかなっていう。難しいっすよ。ああ、最近、源ちゃんのエンディング曲を送りつけちゃうんじゃ、どうもありがとうございます。あれ、まだタイトル決めてないですよね。そうですね。これほど違う。スタンドバイミーでいいのか。和藤さんが題名つけてもらって大丈夫です。いっお願いします。す。いっす。自分も、いろいろ、ネット3年、まだね、なんていうんだ、初めてそれほど学ばないけど、でも実際のところ、いろんな感情にはなるなとかって思いながらね、いますよ、リスナーさんたちの言葉にね、振り回されることもあったりね、逆に今ちょっとこう動かせたなってちょっと思える時とかね、いろいろあるかなっていう。ニコ生の方でね、丸3年になって、ふわっちさんは丸1年ぐらいになるんですけど、それでそう、かぶってる部分があって、それで合計で3年ちょうどぐらいなんですけ日本生今オワコンですからね。どね。ニコ生ね、すごい、もともとはね、ニコ生が中心だったんですよね、それが、もう一強ですよ。ニコ生以外ではありえないっていう。すごかったですよ。そこからね、ふわちさんに来る人が来て、今、若干ツイキャスに流れてるかなっていういや、感ツ覚イが。キャ、いや、ニコ生からツイキャスに流れたんですよ、初め。そうなんですね。その後ですね、ふわっちは。だからツイキャスの方がまだ強いっすね。ごま塩さんがコラボ参加してみようかなあ、と言ってらっし一ゃいま人す。ずつやろうと思ってるんで。なるほど。なんか、ごちゃごちゃしちゃうかなと思って。ほぼ上さんです。ちょっとね、最近、源ちゃん、こういうことしてるよっていうのを見ていただきたいな。それで、落ちようかね。だんだんごま塩さんも上がりたそうだし。じゃあ、ちょっとね、音源、ちょっと鳴らして、ピアノちょっと弾かせてもらって。ぜひぜひ。すみません、お願いします。音量等気をつけてもらえればありがたいです。あ、スマホなんでこっち音量いじれないっそうす。なんですね。わかりました。若干気をつけてみます。はい。
こんな感じの。へえ、かっこいいですね。ありがとうございます。いっす、いっす、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうもです。はーい、じゃあこっち側で落とします。あ、お願いします。はーい、お疲れ様です。次の方どうぞ。かっこいいね、うん、あのさ、言いたいこと聞いてほしいことっていうさ、お題を出してるのにさ、ネタがないのに上がったらダメだよ。ネタがないけど上がろうかなってダメだから。あ、 ありがとう、ゲンちゃん、うん、ダメだよ、ごましょうさん。ダメだよ、そんな。な、聞いてる方からしたら、50人聞いてるっていうのを忘れないで。ネタは仕込まない、ダメなんだ。突上がるときは。マナーだから。うん、ダメ。嘘でもいいから言いたいこと聞いてほしいことを作らないといけない。嘘でもいいから、うん、いいよ別に。だから障害者について語りたいんですとか、そう、トークを学ぶいい機会かもしれない、トークを、うん、意味もなくね、だらだら上がるのダメだ、罪だから、うん、罪だよ、聞いてる人に対する罪だから。配信者はネタを、配信者っていうかね、配信上がるときはね、ネタがないとダメだ。うん、裸の意味、寝る前だからね、俺、裸族なんだよね。なんだろう、服着るのがあんま好きじゃないんだよね。できれば裸で過ごしたいもんな。使う。なんで服着るんだろうね。いや、なんで服着るんだろうって考えたことない。捕まるから俺は着てるんだけど、捕まらないんだったら別に全裸でよくないっていう。あれね、多分なんだけど、エロいからなんだよね。着ると、脱がすときエロいからなんだ。女の子ってさ、レースとかさ、男ってさ、そんなに服の種類ないじゃん。でも女の子ってさ、やたら服の種類とか、やたら服のジャンルっていうかさ、いろんなのあるじゃん。あれはね、脱いだ時の価値を高めるために装飾をしてるんだと俺は思うのね。別に着なくていいんだよ。わかる？脱いだ時の、だからプレゼント、とかさ、特別なプレゼントとかってさ、リボンつけたりさ、なんか紙で覆ったりするでしょ。あれと同じ原理で、私特別なんだよかで、特別じゃないから俺は全然真っ裸でいいっていう。なんか隠すのが苦手なんだよ、なんでも。考え方っつうか普通に感じない？なんで服着てんだろうみたいな。服着てんの人間だけだからね。じゃあなんかみんなが恥ずかしいと思っ、なんつうんだろう、生まれた時から当たり前だからって言って、当たり前っていうことを当たり前にして考えない人が多すぎると思ってて、なんかもっと身の回りのこととか生きることとか考えた方がいいんじゃないのって思うんだよね。なんかね、考えてないやつが多すぎる。だら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 何も考えてないやつ多すぎるよ。なんかそこに対する怒りみたいなものはあるよ、俺。いや、考えろよ、もっとっていう。大体考えてないからダメなんだよっていうことは多くない？だから服なんか着なくていいんだよ。うん、本当はね。本当は全員裸でいいんだよ。だからさ、俺さ、なんかボロボロの服着たいんだよね、同じものを。ボロボロの服はかっこいいね。もちろん臭いのは嫌だけど、臭いのは嫌なんだけど、ボロボロの服はかっこいいでしょ。
T シャツとかも捨てらんないんだよな、俺。なんか世界中旅して、世界中で買った服をまとって、何人だかわかんない人になりたいね、あと。なんかいろんな部族のかっこいい服着て。あのさ、ドラゴンボールの悟空がさ、修行してさ、2年ぐらい離れてさ、天海寺武道会ででかくなって帰ってくる時の服かっこいいんだよね。旅して、わけわかんない服で帰ってくるって、あれかっこよくない？だからさ、着物着て、一回羽織着てたことあるの、俺。ジーパンに羽織着てて、羽織着るとわかるんだけど、日本人、あったかくて涼しいんだよ。で、肩が凝らない。なんでかっていうと、袴か、袴着て、袴じゃない、羽織か、羽織着てたんだけど、日本人の体に合ってるんだよね。撫で方で。スーツ着ると肩凝るじゃん。だからね、もっとね、自分た、だからね、スーツなんか着なくていいんだよ。スーツなんか着る、あれ西洋人ぶってるの嫌いなんだよな、なんか。なんか、もっと自分たちの文化大事にした方がいいんじゃねえのかなと思うんだよね。本当、なんか、まあまあ、自分たちの文化大事にしないっていうか、なんか、なんつうんだろう、異文化を取り入れまくるのも日本人らしいっちゃらしいんだけど、羽織はでもね、なんか違うなと思って、俺マントなんだよね、マントが欲しいんだよね、ずっと言ってるけど。ハーフはどうすればいい？ああ、すごくいい質問だな。ハーフか。あー、ハーフね。ハーフ。裸でいいんじゃないの？裸で。だから、そういう話になってくると、やっぱ裸でいるべきなんだよ。やっぱり、原点に戻る。裸でいいじゃんっていう。最初みんな裸だったんだから。いや、最初の話は裸がいいって話だから。裸がいい。なんか、俺、アイヌとかの人のタトゥーとか、アイヌのとか、好きなんだよね、なんか。結論裸だよね。でもなんか、服とかもさ、なんかさ、アクセサリーとかもダセーとかさ、なんか俺、スーツが一番ダサいと思ってんの。リクルートスーツとか、あれ、病気でしょ、日本人。なんか、それまで茶髪だったりとかさ、なんか、色黒かったりすんのをさ、就職活動の時に全員同じ服着て、あれ北朝鮮よりも気持ち悪いと思ってて。なんか、俺、あれは病気だと思うんだよ。俺、あれだから嘘つきたちだよね、あいつら。あいつら本当病気だと思うんだよね。なんかね、本当ね、なんか病気だよ。病気。いや、病気でしょ、どう考えても。で、それが、なんか、いいことみたいに思ってるじゃん。社会人として立派みたいな風潮もあるじゃん。何にも考えてねえな、みたいな。おなってるっていうか、だから、なんつうの。ああ、なんて言うんだろう。社会人として。だから、なんだろう。こうあるべきみたいなのに支配されてて、その意味を全く理解してないじゃん。なんて言うのかな。なんて言えばいいんだろう。形だけっていうのかな。形だけにとらわれてて、中身を全く見てないっていうか。いいんじゃない？俺が病気、実際病気だからな。でも、俺、違和感があるのが、自分が病気だでいいんだけど、君の方が病気なんだよでいいんだけど、俺の方が考えてると思うし、俺の方が俺は正しいと思ってるのね。なんでかっていうと、奴ら説明できないから。なんとなくでやってるから。だから、俺は、俺が病気でいいんだけど、もう違くて言い方がマイノリティなだけでしょっていう。少数派イコール病気にしてるだけじゃんって思うよ、発達障害に関しては。
いや、腐ってるっつうか病気だよね。いや、だから、例えばさ、醤油ベースさん、一般的には君の方が病気になるんだけどでいいの？俺実際病名つけられてるわけだから。でも、その働くっていうこととか、なんだろう、そういうことに関しては、奴らよりも語れると思うよ、俺。奴らよりも考えてるし、奴らよりも向き合ってるし、なんで俺は労働しないのかとか、すげえ、なんだろう、説得力を持ってると思うよ。そういう、なんだろう、君の方が病気だっていう、簡単な反論で終わらないっていうか。ただ相手をディスるんじゃなくて、理由があってこうしてるんだっていうことをやってるから、考えてやってるからね。俺は少なくとも俺の生き方は。意外と考えてるぜっていう。考えてないように見えるけどね。ブレないところっつうかね、嫌なんだよね。その自分がやってることを説明できないのって、恥ずかしいことだと思うの。やらされてるんだよ、多分。自分で選んでやってるやつって少なくて、やらされてるやつが多い。やらされてる。要はね、考えることを放棄してるんだよ。だって俺別になんかサラリーマンとかやらなくていいでしょって思うし、ぶっちゃけ男子公務員の9割ぐらいとかってなんか雇用とか、金をばらまくためにやって、政権取りたいためにやってるだけで別に必要ないと思うもんね。なんか俺、役所に行って住民票とか取るときになんで列に並んで、なんで番号札取って、なんで人がプリントアウトして人が配ってるんだって。それに対してなんで、住民票を取りに行ってるのに住所書いてんだよ。バカすぎるでしょ。住民票取りに行って、住民票を取りに行ってるのに自分で用紙に住所とか書いて、名前書いて、電話番号書いて、印鑑を押すんだよ。バカすぎるだろ。バカすぎると思って。そう思わない。考えないでしょ。住民票取りに行くと考えないじゃん。俺は考えるの。なんで住民票取りに行くのに、こいつにプリントアウトさせて、こいつに給料払ってて、しかも住民票取りに行って証明書が必要なの。俺が自分で書いてるんだよ。バカすぎると思って。何でもかんでも病名つける世の中は間違ってる。最近言われてるけど、病気は病気で認めた前に進むのが正解。いや、そういう話してない。こんばんは。ぬるぽまんいらっしゃい。そういう話じゃないね。のみさんだ。にんにさんは、とかんとかがなぜ働かないかよくわかってるみたいだから、コント聞いてみたら。え？どういうこと？フクロウさん。何を聞くの？どういうこと？俺は自分が働かない理由を俺はよく誰よりもわかってるって話をしたんだよ。なんで俺がにんにに聞く？俺が働かない理由は俺が誰よりも分かってる。なぜなら働くっていうことを誰よりも考えたからって言ったら、なんで俺がニンニン質問すんの？バカ質問でしょ、それ。なんだろうね。なんか言葉が通じない人っているんだよね。なんか一定数いるからびっくりするんだよね。人の話聞いてたっていう。俺が伝え方悪いのかな？なんか不安になるときあるよね。不安になるときはある、すげえ。はい、こんばんは。何なんだろうね。理解できないのかな。映画やめたやめた。や、障害者年金とかもらってないよ。障害者年金とかもらってない。働かないって言ってるのと配信で生活ができてるわけだよね。生活ができてる時点で仕事。いや、違う。俺は労働をしてないって言ったの。だから、労働と仕事と、要はね、メイクマネーしかしてないって言ってんの。意味がわかんないでしょ。
仕事の概念って使えることなんだよ。要はサラリーマンって意味なのね、仕事って。で、労働、要は自分の、やりたくないことをやって時間を切り売りしたりとか、体を切り売りしてないよっていうことを言いたいの。いや、俺はやりたいことやるよ。やりたいことやって、やりたくなったらやるし、やりたくなくなったらやらないよ。ただそれだけ。やりたいことやり続ける。やりたくないことはやんない。そういうことかな。雇用されてるかしないかじゃなくて、いつも俺が掲げてんのが、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。それ以外はやらない。ただそれだけです。好きなことだったら別に仕事やってもいいんじゃんって思うけど。いや別にサラリーマンでも、いいとは思ってるの。たまたま俺はサラリー、要は誰かに仕えることに向いてなかったっていうだけであって。要は小突きした方が楽なんだよね。人からアイテムもらって花火もらって生活した方が楽だから、俺にとっては。だから遊んでて、ただだらだら遊んでて、お金もらえるんだとそっちの方が良くない？そう思わない？で、俺はいいと思ったから、それでやろうと思って。いや、問題ないよ、だから。全く問題ない。何にも問題ないな。
ああ、そうね。寝てないでしょ、今日。寝な。寝な、寝な。おやすみ。お疲れ様。お腹減った？なんか食べ。多彩っていうか、なんか、なんかね、俺ね、なんでいろんなことに手出すのってよく言われるんだけど、逆に聞きたいんだけど、なんで一個のことをずっとできるのっていう。なんで一個のことをずっとやろうとするのっていう。普通に生きていったらいろいろやるでしょっていう。で、なんで一個のことをやり続けることが正解なんだっていう。冷静に考えるっていう。いろんなことやっていいじゃんって思わない？いろんなことやっていいじゃん、別に。いろいろやっていいじゃん。っていうか、いろいろできないとダメでしょって思うの。何なんだろうね、その日本人のその、なんか一個のことを追求していって、ひたむきに口数少なず、礼儀正しく、ひたむきに努力する男はかっこいいみたいな。かっこよくねえわ、そんなもんみたいな。いろいろやっていろいろできるんならいろいろやった方がいいでしょうっていう。そう思わない？無理にする必要はないけど、普通に生きてたらいろいろやりたいと思うのが普通だと思うんだけど。一回しかないんだから、全部やろうよっていう。なんかね、一番嫌なのがこうあるべきとか当たり前とか普通とかそういう概念が嫌いなんだよね。普通ってお前が考えてるだけでしょみたいな。普通ってなんだよみたいな。お前の考えを押し付けんなよっていうのはあるよね。普通ってなんだよ。お前にとっての普通は俺にとっての普通じゃねえよっていう。なんでお前の価値判断で俺のこと決めんだよっていう。世間のことなんか知ったこっちゃねえよっていう。何なんだろうね。普通はって言った瞬間、もう論理破綻してるよね。だって俺普通になりたいと思ったこと一回もないもん。いや、普通を拒んでるやつにとっては普通の理屈はいらないじゃん。普通のお前らみたいになりたくねえから普通じゃなくなってるんだわっていう。ていうか、俺の勘なんだけど、普通の人間なんか多分いない。もし仮にみんなが考えるような普通の人間が仮にいたとしたら異常者だよ、それ。それ、気違いだよ。普通の人間、今まで生きてきて普通そうな人間は見たことあるけど、普通の人間見たことないもん。みんな狂ってるよ。みんな狂ってる。
狂ってるのを普通だって演じてるだけなんだよね。要はだからさ、スーツ着てるやつらとかさ、居酒屋とか行ったらさ、そこ悪いのよく分かってるわけじゃん。アフターファイブ。だから本音と建前なんだよね。本音で生きらんないんだよ。彼らは。酒を飲まないと本音になれない。めんどくさい。ドラッグをやんないダメなんだよ。なんか一回文明滅ばねえかなって思うよね。一回文明滅ばないかなって。すげえ楽しそうだよね。ワクワクしない？一回やり直してみたいよね。まっさらな状態で。多分すげえ楽しいと思う。何でもかんでもありすぎるんだよ、今。便利すぎるんだよ。はい、こんばんは。年号が変わるのは俺の中で結構ハッピーニュースなんだよ。チャンス到来だよ。チャンス到来。次の時代はどんな時代になるかな。なんかイケイケな感じになるといいよね。少しさ、はっちゃけてもいいんだよ。少しはっちゃけるぐらいが。堅苦しかったよね。すごい、平成は。昭和良かったね。なんか、不安がなかったよね。なんか、わかんない。時代のせいなのか、ノスタルジック。要は、古いからそう感じるのかどうなのかわかんないけど、なんか、
希望に溢れてた感じがするね。キラキラしてたっていう。なんか平成はなんか陰湿な感じがして嫌だな。なんか暗い。ネクラ。なんかジメジメしてるっていうか。なんかもっと貧乏でもいいからキラキラしてる時代がいいよね。いや、多分邪魔者扱いされたの、金映えさんが一番ひどかったと思うよ。俺は野田にムカついて、野田にムカついただけで、別に他の人全然邪険にしたかったよ。野田だよ、野田。で、邪険にされたの、金映えさんだから。帰れって言われたの。ゴロリに帰れって怒鳴られたの、金映えさんだから。和道いていいよって。俺じゃねえわ、金梅さんだわ、それ。めちゃめちゃかわいそうだったよ。あれはひどいよ。俺だってチケット買ってチケット持ってたもん。普通に客だもん。二人だけにしてって言われたの、あれは和道は座るなってことだよね。二人だけにしてって誰？え？二人だけにしてってどういうこと？二人だけにして？え？どういうこと？誰が言ったの？二人だけにしてって。え、多分フクロウ全然状況分かってないと思うよ。理解してなかったって、俺チケット持ってたんだよ。何を言ってんの、お前。俺客でいたんだよ。お前が分かってないんでしょ。どうした、引っ込めんなよ。なんでもないじゃなくて、自分から言い出したんだから。なんだ、恥かくのが怖えのか？論破されんのが怖えのか？最後まで言えよ。当事者なんだから全部知ってるよ。いいよ。恥かくのが怖いの？もうお手上げ？どうした？言いなよ。いいよ別に。何でもないじゃなくて。何の件？言ってごらん。大恥かかせてやるよ。
自分から言い出してそらないでしょ。だっせ。最後まで言えよ、言いたいことあんだったら。中途半端だな。言えよ。言えよ。なあ。何が言いてんだよ。何の話？二人だけにしてって誰が言ったの？誰が言ったの？大丈夫かよ、ほんと。ああ、全然全然、大丈夫っすよ。早く言えよ。こんなもんだよな。ほんと自分に都合のいいやつだな。そうだな、言わせてあげないとかわいそうだよ。ストレス溜まってんだろうから。そりゃそうだな。かわいそうっちゃかわいそうだよな。こんなところでマウント取るしか、マウント取れる場所はねえんだもんな。かわいそうっちゃかわいそうだよな。他で言われる場所ねえんだろうな。
ボロボロになるまでこぎ使われてストレス溜めてんだろうな。いやもう自分で何を言ってるのかもう分かんなくなっちゃってんだろう多分。だからまあ会社でそういう風に扱われてんだろうな、会社とか社会とかで。で溜めて溜めて溜めて言えなくて、生活のために貯めて貯めて貯めてここでうさばらしてんだろうな多分な、うん、疲れてんだもしもし。もしもし、もしもし聞こえるよ。あ、聞こえます？うん、聞こえてるよ。なぜか画像来ないけど。ちょっと、それ致命的だな。なんでいや、わかんないですけど。あ、お久しぶりです。久しぶり。元気？あ、元気ですよ。うん。和道さん、元気ですか？俺、元気じゃない、全然。元気じゃないですか？元気じゃないよ、全然。何があったんですか？なんもないけど、別に。なんもないですか？なんもない。クソみたいな日常を過ごしてるよ。うん、で、和田さん、ちょっと俺、最近俺、他の人の配信あんま見ないようにしてるんですけど、うん、和田さん、久々に見て、なんで髪青にしてるんですか？かぶりたくなかったんだよ。なんか最近赤くする人が増えたから、はい、パクられてるから、じゃあ、はい、青くしようと思って、青誰もいないから。でもなんか前、うん、赤と黒と、なんだっけ、白だっけな、赤と黒しかしないって言ってたじゃないですか。言ってたよ。なんで青なんすか？なんかかぶりたくないから、だって今言ったら2回言わせんの、ね、なるほど、そういうことですね。和田さん、ステゴロ3出るじゃないですか。出るよ。で、誰と対戦するんですか？みやび。みやびか。うん、あー、なるほど。何それ。いやちょっとあの人は何が、いやちょっとあの人愛知県の人じゃないですか。あの僕愛知なんですけど、うん、あの人ちょっと本当に、うん、ガチの愛知の僕は本当ちょっと、うん、あれしょ、ヤクザの息子でしょ。いやそういう意味じゃなくて、おう、本当になんか愛知の、正直な、うん、本当に愛知を悪く見せてるなっていう人なんで、ちょっと頼みますよ。本当に愛知の恥だと。いや本当にそうなんですよ、マジで本当に。あ、じゃあ確かにでもザ愛知県民なんですよ、あれが。わかる、見えっぱりでね、はい、そうなんですよ。ギラギラしててね、わかる、典型的な愛知の人だよね。そうなんですよ。だから本当にああいうのを、うん、もう本当にちょっと頼みますね、和田さん、うん、頼むよ。分かった任せ。いや本当にやっちゃった。東京の方がイケてるっていうのを俺が見せてやるから、うん、で東京って言うのも、和田さんだってあれもともとどこでしたっけ。俺はもうほんと新宿生まれ、うん、新宿育ちでやってる。全然違うじゃん。新宿を背負って戦うから。なんか千葉のなんか成田とか。いや全然もうほんと西新宿の狼って呼ばれてるから、うん、ああそうか、あ、じゃあ勘違いか。勘違いだね。ああ、そうか、そうか。東京代表でね。うん、ちなみに、なんか、うん、親父が、なんか、やたら東京自慢とかする人は、うん、他県の人だって言ってたんですけど、それはちょっと、マジ、それ間違いです。その発想が、もう、名古屋のひがみだよ。あ、そうなんですか。そうそう。あ、そうか、そうか。なるほど。全然違う。なるほど。そうか。でも、なんか、和田さん、すごい元気そうですね。元気じゃないよ、全然。いや元気そうですよ、すごい。全然元気じゃないよ、俺。何があったんですか。なんか聞きましたよ、うん、ちょっと名前言ってんのか分かんないですけど、うん、和戸監督 の、 リスナーに、
和道がおかしいって来て DM で来たんですよ、うん、DM で DM で来たんだ。 DM で来ます。おかしいって言って、ね、誰から来たの。タムタムさんから来ました。タムタムから来たの。来ました。タムタムもお前が一番おかしいわって言っといて。お前だよって、おかしいのって。ワド監督確かにそれでなんかあったのかなと思って、なんかいいねかリツイートかなんかしててそれ見たら、うん、あ確かになんか狂ってんなとか思って、うん、なんか大丈夫かなと思って、ね、ダメだよ、もう狂ってるから。ぶっ壊れてるから。なんかあったんですか。なんもないよ。金がな、うん、集まらないだけで。あふわっちのあれですね、ポイントですね。そうだよ。あなるほど。貧乏しかいないから。仕事はしたくないですか。仕事やだよ。なんで仕事嫌に決まってるじゃん。嫌じゃないの。仕事全然めっちゃ楽しいですよ今俺仕事してて。マジで超楽しいですよ仕事して。なんで俺そんなこと一回も思ったことないよ。いやし、なんだろうな、あの、うん、前までその全然やりたくない仕事やってたんですよ、うん、ほうほう。なんですけどこうそこから、うん、そこを辞めることになって、うん、学生時代、うん、あのバイトしてて楽しかったなっていうバイトのような仕事に、うん、今社員で入って、うん、もう全然楽しいですね今。いいじゃん。そないですかそれ。和田監督はないよ。まず人に命令されるのが嫌なんだもん。一人でする。だって俺よりバカなやつが俺に命令するんだよ。でこここうした方がいいっすよっつったらうるさいって言うんだよ。バカでしょ。そこはなんかこう逆にですよ、こうなんかそこをあこいつバカなんだなって言ってこうそういうふうに言ってやんだよ。バカだお前バカだって言ったらクビなんだよ。じゃあいや俺はっきり言ってんだよ。バカだなと思ったからバカですねって言ったらクビになるんだよ俺。俺だから、はい、勤めてたベンチャーの社長と胸ぐらつかみ合い殴り合いになったことあるんだよ。社員全員の前で。で、うん、あの部長にさすがにそれはダメだよって言われたもん。いくらなんでも社長の胸ぐらつかんだらダメだよって苦笑いしてた。思いっきりぶっ飛ばされたけどね。そこはなんかあのあれじゃないですか、うん、こうちょっと逆の考え方で、うん、もうそういう風になった時にあのあ、うん、こいつバカなんだなって思ってこいつ その逆に裏を変えてやろうとか思わないよ。ないですか。まっすぐ行くよ。バカにはバカって言うんだよ。お前あれだろって親の金でこの会社作ったんだろ、ただの成金じゃねえかって言ってやったよ。いやそれは多分めちゃ怒ってたよ。お前親がいるからこうやってでけえ面できてるけど俺よりバカじゃねえかっつって国立大だかなんだか知んねえけどよっつってじゃあおめえが営業行けよって言ったらぶん殴られたよ俺。胸ぐらつかんでそれ言ったかんね。俺より数字取ってみろよっつって半泣きだったよ。半泣きでぶん殴ってきたからその社長。それ多分あの、うん、みんな多分思ってることしか言えないですよね、うん、でもそれを言ったのはまあすごいなと思います。確かにロックだから。いやまあロック、うん、すごい人にはすごいって言うから俺ちゃんと。ああ、うん、すごくない人にはすごくないっていうちゃんと言わないと、うんうんうん、すごいと思ってるからそいつは自分のこと、うんうん、バカだから。バカだからすごくなくて親の七光で親の金で起業してプラプラ遊んでるだけで偉そうにしてるだけだから、まあ、働けって言ってやったんだよ俺が。そしたらぶん殴られてクビになったんだよ。いやまあ男らしいっちゃ男らしいですね。でしょ、うん、真っすぐだから。バカにバカっつって何が悪いんだよ。ところでワド監督なんで上半身裸なんですか。俺常に裸だよ。なんか服着てるやつの方がおかしいよ。ちょっとなんか女性リスナーのなんかあれを。ちょっと待って。なんで服着てんの。え服ですか。うん、なんで着てんの。いや俺になんで裸だって言うじゃん、うん、俺裸の方が好きだから。なんで服着てんの。なんで服着るか。まあそれなんか恥があるからです。なんで恥ずかしいの。人間だからです。何人間だからって。人間というその考え方があって、うん、考え方というか、うんなんかモラルというかそういうのがあるからです。何モラルって。何モラルって。何人間社会でのモラルがあってそれを、うん、家の中でもそれを解放してしまうと、うん、ワド監督みたいになるからです。だろ悪魔だから。配信
現代テクノロジーが生み出したモンスターだから俺そう、わがままに生きるんだ自由だから、うん、自由いいっすね。いやすごい多分、うん、見てる人たちは本当羨ましがってると思いますよ。ワード監督羨ましがってないよ。さっきからグズ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 嫌味言われてんだから。嫌味言うのは多分あれですよ、自分が自由に生きられてないからなんですよ。やめればいいんだよ。全員で働かなかったらいいんだよ。ここにいる全員で、日本中全員働かなきゃいいんだよ。その度胸がやっぱりどっかでどっかでやっぱなかったりしたりとか、働かなくてもうまくいくって見せてんじゃん。いやそうなんですけど、多分、和戸監督って結構特殊な家庭環境で育ったじゃないですか。うん、そうだね。なんですけど、こう、うん、多分リスナーさんたちか、まあ、リスナーさんたちかアンチたちでは多分、まあ、和戸監督よりもそういう家庭環境とかではなくて、多分和戸監督、うん、まあ言っちゃあれですけど、いい家庭環境で育ってるから、うん、多分なんかいい家庭環境、ま、何いい家庭環境って、いやいい家庭環境っていうか普通に両親が揃ってて、うん、両親揃ってないよ。あのじゃ あのあれですよ、リスナーさんの話です。あ、リスナーが揃ってて、おう、そう、あ、じゃ あのリスナーさんが、うん、多分そういう両親が揃ってて、うん、とか、まあ片親だとしても、だから洗脳されてんだろ、洗脳されてんだよこいつら。あ、なるほど、うん、だからお前らの当たり前と俺の当たり前を一緒にすんなってさっきも言ってたんだよ。あ、そうなんですか。そうでしょ。まあそうなんで服着るの。いや、服は着てくださいよ。いやだから着てくださいよ。じゃあ要はね、当たり前に支配されてんだってお前らは、うん、あ、まあ分かりますよそれは、うん、着たくねえから着ねえんだよ、うん、分かる。いやだから窓監督、窓監督はいいんじゃないですか。それあのその、うん、あれじゃないですか、その当たり前っていう常識を疑うっていうのを、うん、あの和田監督は実践してるわけ でそれで対して、うん、まあ人に迷惑はかけたことあるかもしれないですけど、まあ、うん、今はかけてないじゃないですか。ていうかね、っていうかそもそもなんだけど、はい、迷惑かけない人間なんかいないから、はい、まあまあそうですね。ていうか、はい、俺からしたら迷惑かけてなんで悪いのって思ってるから。え迷惑かけてレッドブル取ってくるわ。いってらっしゃい。パンイチはあかんやろ。パンイチはパンイチだぞ。パンイチでレッドブル取りに行ったぞ。あ、持ってきた。そもそもさ、はい、牛とか豚とか鳥とか散々殺してるんだよ、はい、あ、まあそうですね。ね、はい、じゃ牛とか豚とか鳥より偉いのかよって話だよ。そこになります。そこになります。いやもうそっから入るよ本当に。そこにな、いや結局偉そうなんだよ、うん、あいつら。ああ偉そうなんだよ。和戸監督は何と戦ってるんですか。常識。あ、常識。そう、当たり前とか常識とか普通とか世間とか社会とか、ああ、うん、ガバメントとか。それに対してそれを例えば、うん、否定、和戸監督がやってることに対して否定してくる人いるじゃないですか。それに目を向ける必要性って なくないですか。別に、まあ、ある程度は、ある程度は、俺目向けてないもん。目向けたって、やつらが俺のこと攻撃してくるから。ちょっと待って、ちょっと待って、ツイッターでめっちゃ言ってるじゃないですか。いやだから、違う、だからツイッターだよ、はいはいはい、ツイッターイコールつぶやきだって書いたじゃん。ああ、まあまあそうですね。で、うん、あれ面白かったんだよ、いっぱい書いたでしょ、はい、誰のこと、特定の誰でもないのに私のことでしょってみんな言うの、うん、あ、まあここ要は LINE とか DM で私のことなんでディスんのって、はい、要はあのツイートをしてグサってくるやつがいるんだよ。俺はそれ仕掛けだったの、嘘つきたちがっていうのは。俺は誰でもない何かに対してね、はいはい、常識たち、要は人間たちに向かってツイートしたらね、はい、要は常識に縛られてるやつらほど刺さるわけよ、私のこと、はいはいはい、悪口言ってるでしょって、はいはいはい、分かる、はい、分かる。それが俺のトリックなんだよ。それ全部ツイート全部ですか。あれ誰でもないからね、うん、誰に向かっても言ってないよ。え、あれはなんかこう病んでるとかではなくて。病んでるよ。あ、病んでるんだけどちょっとこう、その中にも織り交ぜたってことですね。
特定の誰かはいない。うん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 。うん、でも私のことだって思ったやつは、自分の敵と戦ってるんだ。まあそうですね。自分のことなんじゃないかって少しでも思ったってことは、そういう生き方をしてるんだ。はいはい。だから俺のあれはアートの表現の。はあはあ。病んでることは事実。でも、チクリと刺さった何かっていうのは、自分の生き方にブーメランが刺さったんだよ。うんうんうん、そういう奴がいっぱいいるんだ。それは、ワド監督は刺したくて、そういう風にしたんですか？いや、そうだろうなと思った。気づかせたかった。あ、そういう人は、ああ、なるほど。あ、なんかそういう、思ってる人はいるんだろうなっていう。のもあったね。うん、そうだけど特定の誰かではない、はい、要は俺は普遍的なものに対する、さっき言った常識とか、はい、そういうものに対しての嘘つきっていうのはそういうことなんだよ、うんうんうん、要は嘘ついてんだろうって、ありがたくもねえのにありがとうございますって言ってんだろうって、はい、心の底からありがとうございますって言ってんならいいよ、チクリと来ないはずだから、はいはいはい、うん、嘘ついてる自覚があるから自分のこと言われてるみたいな感覚になったんだよ。なるほど。俺に DM 送ってこないやつでもそういう風に思ったやつはいるはずなんだ。うんうんうん。逆にでも面白かったのが、嘘ついてないやつらなんて言ったかっつったら、よく言ったっつったから。あれでフォロワー9人減ったよ。9人数えてるんですか？9人はぐっさりと刺さったんだよ。9人はもう安心になったんだよ。ちょっと待って。苦労してたけど。ちょっと待って。一晩で。数えてるとこ、あ、もちろんもちろん数えてるよ数えて、あ、なるほど。だから9人はもういたたまれなくなったんだよ。フォローできないって、これを直視できないって、あ、私のことだ、私の抗議してるってなったんだよ。9人はだからもうそういう生き方してるんだよ、わ、はい、かる、うん、病気だよ病気。なんでワンド監督上半身裸なんですか？だからね、はい、あのね、はい、お前らさ、要は大衆はね、要は周りが来てるから来てる、生まれた時から来てるから来てるじゃん、はいはい、だから疑わないんだよ、はい、でしょ、だから東京電力は爆発したんだよ、はいはいはい、わかる、はい、いやいや、だから、いや、わかんないでしょ。俺から言わせたら、だから、福島原発は爆発したんだよっていうことなの。なるほど。うん。じゃあ、和田監督はなんで来てないですか、うん、服を。今。だから、福島原発を爆発させないためだよ。ある意味。意味がわかんない。いやいや、だからわかんないんだって、バカには。じゃあ、そこじゃなくて、うん、なんで、いや、まあ、いるじゃないですか、確かに、あの、服を着てない、寝るときにあの、うん、パン1じゃないと無理だっていう人とかいるんですけど、うん、あの僕の友達とかでもいるんですけど、なんで着ないのかなとかいう、すごい単純な疑問です、うん、じゃあだからそこがもうダメなの、はい、要はなんで服を俺らは着るんだろうって疑わないじゃん、はい、いや疑うって、疑うっていうよりも、じゃあその疑ったさらに逆とか考えなかったですか？要はね違うんだよ、はい、要は普通、要は大衆、要はね、99% の人が 99% 同じ行動様式を持ってると、で 1% 外れたやつがいたら、はい、そいつが変だって考えるでしょ。ああ、まあみんな、でもそいつも、はい、そいつが筋が通ったことを言ったとしても 99% やってるんだから、お前もやれよって、おかしいじゃんって言ってんの俺は。それはでも、それはで 99% のやつになんで服着るのって言ったら答えらんねえんだって。答えなんかないんだよ、初めから。疑問がないんだから。でも、服を脱いでるやつ 1% の人間には理由があってやってるんだって。そこをないがしろにすんなよっていう話だよ。ああ、でもその 99% の人の方が多いわけじゃないですか、うん、現に。多いよ。だからなんだよ。多いから疑問が湧くわけなんですよ。なんでそうしてるのかなっていう。じゃあ疑問なんじゃないんだって。疑問じゃないんだよ。じゃあ、うん、なんで服着るんだよ。その疑問はどこ行ったんだよ。うん、恥ずかしいから、恥っていうのがあるからです、人間には。え、何恥ずかしいって、何が恥ずかしいの。いや、おっぱいとか見せたりとか、乳首見られたりとか嫌だったか、おちんちん見せたくないな。なんで嫌なの、みんなが着てるからだろ。
え、みんなが着てるからみんな脱ぎゃいいじゃねえか。それが先祖が作みんな脱いだらいいんだよ、みんな脱いだら。いや、それはもともとみんな裸なんだから。確かに、まず それを言ったら恥ずかしくもなんともねえだろ、みんな脱ぎゃいいんだ。それ言ったらみんな原始人になっちゃいます。原始人になっちゃいます。いいじゃん、原始人最高じゃねえかよ。何が悪いんだよ。それ言ったらなんかもうあの服のなんか成り立ちとかも関係なくなりますよ。もうみんななんかこう今までやったみんな裸で踊ってりゃいいんだよ。和野監督でも服とか好きじゃないですか。服とか好きなのに、あれ服全然そんなことない、好きでもなんでもないよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあ和野監督、じゃあ今度パンイチ配信してくださいよ、うん、パンイチで街に繰り出すっていう。お前知らねえんだろ、俺裸エプロンで俺、うん、あれだよ、はい、ファミレス行ってパフェ食った配信あるんだよ。いや、裸エプロンじゃダメですよ、だって隠してるじゃないですか、着てるんですもん。チンチン丸出し。捕まるじゃん。そうだから捕まるからやってないだけだから、うん、じゃあ捕まらない最低限のやつで。だから部屋の中でやってんだよ。部屋の中で。いや、家の外で、あの捕まらないレベルで。俺全然恥ずかしくないって。だからチンコも出してんじゃん。FC2 知ってるだろお前、俺がチンコ出してる FC2、はい、だから削除以来出してねえじゃん。じゃ あ, あの外出てちょっとチンチン出して、あのちょっとあのだからそれやったら捕まるだろっつってんの。ごめん、じゃあチンチン出して、全然恥ずかしくないよ。チンチンでじゃなくて、あのギリギリのラインで外配信とか、うん、どうですか。何回もやってるって。俺やってるんすか。やってるよ、ニコ生時代。え、だ全然恥ずかしくないんだって。ギリギリ完全変態じゃないですか。変態だよ。誰だと思ってんだよ。俺和道だよ。変態だよ。完全に変態じゃないですか。だってさ、捕まるから別にチンコ出して何が恥ずかしいんだよ。いや、チンチン出したら恥ずかしいでしょ、そら。だ、なんで。チンチンそんな見られたくないですよ。だって、チンチンですよ。何が恥ずかしいの。チンチンだって、そりゃそうですよ。チンチンとかなんかこう、ね、大きさとかもあるし、チンチンとの隠しなさいって、そういう常識でね。常識だ。何だよ常識って。いや違うんですよ、そこの常識っていうのがあるから人間のモラルが保たれてるわけなんですよ。何だよ人間のモラルって。お前の言う殺人とか平和とかそういうものだから、チンチン出してなんで人が死ぬんだよ。違う、ちょっとなんで死ぬんだよ。答えろよ。チンチン出したら人死にますよ、そら。だからどうやって死ぬんだよ。チンチン出したらみんなそれ見て、それはもうあれですよ、あー大きいチンチンだなってみんな知るんですよ、そういうの見て。いやーだからもう全然説得力ないって。いや全然響かない。いや響かせようとしてない。全然響かない。心が動かない。動かない。動かせないです、もうちょっと。あ、もっとなんかそうだっていうさ、うわーって服着なきゃってさせろよ、うん。あ、じゃあいいですか、じゃあ。あ、じゃあ分かりました。いいよ、何でもいいよ。どんなテーマでもいいから、俺の心動かせよ。うん、じゃあ言いますよ、今から。いいよ。ワード監督は、うん、ちょっと、あの、うん、毛深いんで服着てください。いや、毛深いんで服着てくださいってどういうこと。あ、ちょっと待って、コラボ次に、ちょっとこのコラボ終わってからにしてね、しおりさん。次ね。うん、え、何毛深いって何。いや、じゃあだから、はい、毛深いのがダメで、はい、ね、いやダメじゃないですよ。ツルツルなのがかっこいいみたいなのも俺は頭にきてんの。だからわかります。いやごめんなさい、ちょっとわざと言いました、わざと、ごめんなさい。いやいや、はい、だからおかしいよそれは、はい、それはおかしい。いや僕は毛深いの大好きです。そうだよ、毛深いのが好きな女の子いるから、はい、それわかります。はい、そうダメだよそれは。ちょっと見せてもらっていいですか、じゃあ毛深いの。いや俺あれだもん、はい、今ちょっと中途半端に剃っちゃってるから、そんな毛深くないんだよ今。ちょっと胸とか胸とかだから今ないんだよ、はい、あんまり。だからコラボこのコラボが終わってからね、しおりさん一人一人ね。なんで剃っちゃったんですか。あれだよ、企画で、あの電気、はい、あの電極当てるために。電極、あのピクンピクン動くやつあんじゃん、筋肉が。ああ、なんか、そうそう、なんかマッサージみたいな、うん、そうアブトロニックみたいな。なんでそれで毛を剃るの。あ、いや、ペタって貼れないから、パッドがつかないから、剥がれちゃうから毛で。そんな毛深いっすか。すごいよ俺。すごいっすか。量つかんきちだよ。あ、響かねえな。いやもう、いや僕響かない。もう響かせたくないですよ、逆に響かせたくないっすわ。で響かせろよ、かっけーって言わせてくれよ、本当に。いや、逆にじゃあ、逆にワード監督、ちょっと、
僕をちょっと響かせてほしいな。何響かせてって。何がその人間はなぜ服を着ないかに対してのことに対して響かせてほしいですね。いやだから周りがやってるから疑わないんでしょ。はい。周りが。いやだから当たり前のことを当たり前に受け入れてんだよ。それが服を着ないに行き当たる。いや問題意識の欠如なんだって。俺から言わせりゃ。はい。要は服を毎日着てるのに、そう毎日やってることすらも意味付けできてないんだって。うん。しおりさん話聞いてる？あのこのコラボ上がったら一人一人だから、あのしおりさんに誰かコメントで書いて、リプ飛ばして。うん、いやだからね、飯を食う理由も考えてなければ、服着る理由も考えてなければ、ね何もかも考えてねえんだって。いやそれ分かりますよ。僕は分かりますよ、うん。でも僕はそれの服を着るんですよ。なんで？いや捕まりたくないからでしょ。毛深いだからです。いやー全然かっこよくないよ。全然かっこよくないよ。全然かっこよくない。いやもうあれもう嫌なんですよ。毛深いのが。なんで？いやもう恥ずかしいですもんね。いや違う、だからお前らね、うん、お前ら結局ね、毛深い俺らからしたら、うん、ね、服をまとってるわけだよ。服なんて必要ない民だから。逆にじゃあその僕が、うん、今失った毛を求めてるんだよ。だからハゲたやつがカツラかぶんのと一緒なんだよ。俺からすると、あのじゃあ逆に僕が毛深いのが嫌だからって言ったじゃないですか、うん、今、うんうん、逆に、うん、毛深いのが恥ずかしい世の中にしてる、うん、その女性たちにとってどう思いますか。そういうふうに思ってきたの。女性たちとかそういう。じゃあ俺が服着てるのは結局おっぱいの価値を、うん、高めるためだと思ってんの。おっぱいを特別なことにするために服着てんだよ、あいつら。ブラザーとか要はプレゼントするとき、うん、包みますかって言うだろ店員が。はい。で包んでリボンつけたりいろいろするだろ。はい、あれと一緒。自分のおっぱいを特別なものにするために服着てんだよ、うん、あいつらは。特別じゃないから、価値がないから。ああ。分かった。俺はもうそのまんまでもう特別さ、はい、もうプレミアムだから梱包する必要がないんだって、はい、すごい自信ですね。すごいよすごいよ、ほんと。あ、なるほど。うん、分かる。だからスーツとか着たりとかいろんなもん着るんだって、あいつらは。あなんとなく分かってきました。そう、リボンつけたり、ラッピングしたり、はいはい、紙袋に入れたり、伊勢丹の、うん、そうでもしないとやってらんないんだよ、あいつら。それは文化の流れじゃないですか、でも。文化があるからじゃないですか。いいんじゃない。だから俺は文化なんてぶっ壊してやろうと思ってるから。もうそうなると話が終わっちゃいます。いやいや、もう文化なんかもう人類なんか滅ぼしてやろうと思ってるから。さすが悪魔の子ですね、本当に。そうだよ、悪魔の子だから、本当。西新宿の悪魔だよ。いやいや、なりたいじゃないですか。なりたいじゃないですか。西新宿だから。西新宿の一匹狼だから。分かってねえな、本当に。いや、本当かっこいいっすわ、本当に。ロックじゃないと、やっぱり、はい、配信者は。ロック。分かった。ロック。じゃあ、ロックとは。じゃあ、ちょっとこう、僕、ここじゃあ落ちるんで、ちょっともう次コラボしたい人がいるみたいなんで、うん、最後にちょっと、ワド監督に、うん、あのロックとはって聞きたいんですけど、うん、ロックとは何ですか？アティチュードだね。うん、はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。うん、はい、こんばんは。便座職人、いや壊れたよ。壊れた。治ったけど壊れたね。パキッと割れたね。ショックだったよ、本当に。一週間ぐらいで割れたね。だ、便座もう半壊してるかんだよ、俺の便座は。うん、残念だよね。まあまあ、アートだからね。歩くアートだから、しょうがない。
や、わかんないやつはわかんないし、わかるやつはわかるんだ。わかんないやつは何言ってもわかんない。わかるやつはな、もう、わかる。わからないやつに何か言ってもダメ。わかるやつだけついてくればいいんだよ。コアバーガーに変え方どうぞ。チンコ隠すっていうのが結局セックスアピールなんだよね。そういうことだよ。チンコ隠すってことはチンコでかく見せたいってことの始まりだから。小さくていいじゃん。ナイスいらない、花火ちょうだい。ナイスとか全然いらないから、花火、花火、とにかく花火ください。もうナイスとかクソの役にも立たないんでいらないっす。ナイスとか全然いらないっす。僕が欲しいのは金ですね。金、他にあげてください。ナイスとか。ありがとう、匿名さん、ありがとうね。花火ナイスー、ありがとう。花火ありがとう。すごくいい貴重な写真。何が、お、どうした、ペコ。ナイスとかも貧乏くせ。ん？コメント止まった？コメント流れてる今。あれ、なんかバグった？また花火バグか？今コメント流れてる？あれ、バグったっぽいな。うわ、最悪。コメント止まった？テストって書いて。ああ、できてんじゃん。大丈夫だ。コメントは読めてるわ。コメントは大丈夫だった。
Google ね。グローブ？もう誰からも来ないかな、とつ。終わりかな。パーティーに行きたいな、パーティー。いつ俺はパーティーに誘われるんだろう。仮面舞踏会に出たいな。
順調ではないね。うん。もがいてるかな。すげえ。苦戦してるし、もがいてるかな。まあでも、しょうがないよ。全然、全然順調じゃないね。でも、やるしかないよね。持てるもの、持ってるもので。最善を尽くすことしかできないから。うん。順調だった日なんか人生で一日もないよ。思い通りに行った日なんかもう、一回でもあんのかな？ある。人生思い通りに行った日とかある？一回もないよ。毎日苦戦中だよ。いや、生まれた日からずっと苦戦中だよ、俺は。お疲れ。毎日苦戦中だよ。うん？もう死んだ時、死ぬ日だけでしょ。死ぬ日だけだと思うよ。うまくいく日は。約束のお別れの日以外はないでしょ。うん。最近寝れてないんじゃない？いや、昨日は24時間ぐらい寝たかな。でも寝れない日多いかな。うん。いい、親悲しむぞじゃねえ。ふざけんじゃねえよ、本当に。俺ね、親をね、なんか、親を無条件に感謝しないといけないみたいな。え、みやび嫌いなの？親を無条件に尊ばないといけないとかね、それなんなの、本当に。俺ね、親のエゴで親が生み、まあまあ、俺は別に親が生み出したわけじゃなくて、寂しいから俺は勝手に生まれてきたと思ってんだけど、親が、親を尊ばないといけないとかね、ほんと変な宗教だと思うよ。変な宗教だと思う。なんか、いい親もいれば悪い親もいるでしょって。別に俺親を憎めとは思わないけど、親に感謝しろっていうのは俺は違うと思うよ。俺別に自分が子供生まれても子供に感謝されたいと思ってないもん。ゴミクズ死ねって言われて全然いいもん。こそお疲れ様です。いいっす。お疲れっす。こんばんは。なんか変な宗教でしょ、それ。いや、親にとっては、自分の子供が生まれた日が、親にとってはいいかもしれないけど、俺にとってはいいとは思わないよ。それは絶対違う。で、俺は親の都合なんか知ったこっちゃないから。親から愛情も感じなかった。感じないとは断言はできないね。感じる時もあったかな。感じる時もあったよ。でも、エゴイストだなとは思ったよね。やっぱり。やっぱり自分が可愛いんだなっていうのはどっかに深くあるかな。あ、こいつらは自分が可愛いんだっていうのはもう、あるかな。別に愛情感じなかったわけじゃないよ。すべてがすべて。感じる時もあるけど。だけど、なんか、
なんだろうな、自己都合だなっていう、自分勝手だなって思うことの方が俺は多かったかな。ダークの雰囲気、そう。なんだろう。したい気か。残酷だな。この辺感じると歪みが出ちゃう。子供は無条件に愛されるべきだなと思う、ね、子供は無条件に愛されてほしいね。どんなに貧乏でも、どんなにどんな境遇であっても子供は無条件に愛されるべきだと思うね。そうあるべきだと思うね。子供はどんな条件でも、どんな状況であっても、貧乏でも何でも、愛されるべきだと俺は思うね。本当に。子供は親を選べないからね。ああ、それはそうだね。で、別に、その、なんだろう。
育てってる人だよね。だから親っていうのは。その血縁、まあできれば血縁関係の方がいいんだろうけど、別にお父さんとお母さんが事故で亡くなっちゃったりとかあるわけじゃん。そしたらおじいちゃんとかおばあちゃんとか、施設の先生とか、まああると思うけど、そう。子供はね、親と時代は選べない。無条件に愛されるべきだと思うよ。他人でもそうでしょ。他人でもそうでしょ。供はね、神様なんだよ。日本人って七五三ってあれ、7歳までは神様として扱うんだよ、子供って。で、7歳から人間になるんだよね。いや、魂が宿るって考えた。神道ってかっこいいよね。四五三まで神様なんだよ、子供って。だからいたずらすんだよ。子供は動物と一緒だから。カフェイン取りすぎだな。コーヒー4本。レッドブル1本。体に悪いな。じゃ、風呂屋行こうかな。今日金曜日だっけ？あ、金曜風呂屋休みだ。
眠くなってきたな。いや、義務とかじゃないでしょ。いや、義務とかじゃなくて、だからそれも条件に入っちゃってんだって。もっとそんなもんじゃないんだって。それすらも条件に入ってるから、もっと違うよ。普通、普通っていうか、なんだろう。無条件だよ、無条件。ていうかね、子供を邪険にする、要は、その、子供抱えて、なんか、だからもう、あれだよ。それは子供産まなくなるわ。こんな年寄りがはびこって、若者いじめてんだから。日本滅ぶんだよ。ざまあみろ。年寄り、強欲な年寄りたちが日本を滅ぼすんだよ。ざまあみろだよね。来年来るぞ。日本の人口の半分は50歳の。日本にいる女の半分は50歳以上だからね。来るぞ。地獄が。もうちょっと先になると、日本人に10人に1人は認知症だぞ。来るぞ。覚悟しとけよ。地獄の20年来るからね。若い女を取り合うんだよ。スラムになるぞ。来るぞ。考えなかったツケが来るぞ。子供を産んだり子供を育てたりするのをバカにしたツケが来るんだよ。ああ、それね、リアツツした女のリスナーさんも同じこと言ってショックだったね。かわいそうで産めないっていうの。それ多分お母さんの本音なんだよね。いや、だから、その、もうそういうことでしょ。終わりだよ。子供を産むことを誇りだったりとか、喜んだりとか、嬉しかったりとか、手厚く保護しなかったりとか、若者をいじめ抜いた結果だから、政治家たちが年寄りに金ばらまいた結果だから、終わるんだよ。この国は滅ぶんだよ。自然消滅するからね。スーッと消えてくから。ざまあみろだよね。その年寄りたちが一回死んで全滅しないと無理だろうな。日本再生すんのは。あと3、40年かかるだろうね。田中角栄という政治家が偉大に、いかに偉大だったかだよね。
民主主義なんかやめた方がいいんだよ。財閥にやらせた方が絶対うまくいくから、日本は。もうさ、貴族制度復旧してさ、もう日本のめ、あの、名家どもにやらせりゃいいんだよ、仕切らせれば。絶対そっちの方がうまくいくって。民主主義なんか無理だよ。民主主義自体がダメなんだから。日本に向いてない。貴族階級復活するべき。絶対に。階級制にした方が絶対いいよ。資本主義も民主主義も向いてない。石油って一体何なんだろうな。石油なくなるなくなるっつって全然なくなんないよね。石油ってだから生物の死骸じゃないと思わない？みんな。なんか地球のマグマから吹き出てる何かだと思うんだよね、俺。地球の底から油が出てるだけなんじゃないの？あれ、生物の死骸って絶対嘘だよね、あれ。本当は無限に出てくるんでしょ？そう思わない？違うのかな？本当は無限に出てくるんだよ。眠くなってきたら寝ようかな。ああ、ていうか、インド行きてえな。インド行きてえな。インド行きてえ。
寝るか。じゃあみんな、僕寝ます。皆さんおやすみなさい。また明日。じゃあね、おやすみ。